清涼殿、清涼殿とは、平安系の代理における電車の一つ。忍術殿の西、功労殿の東。平安京内裏清涼殿の後、京都市上京区田中町。平安時代初期、天皇の日常生活の居所として、忍術殿や常年殿が使用されていたが、中期には、この清涼殿がもっぱら天皇の御殿とされ、死神殿が儀式を行う電車であるのに対し、 日常の政務の他し法廃、除位、樹木などの行事も行われた。ただしこの清涼殿も次第に儀式の場としての色彩を強め、中世以降は清涼殿に代わって常御所が日常の居所となった。代理は鎌倉時代に火災にあってからは再建されることがなかったが、清涼殿は臨時の皇居である里代理において清涼伝来として再建され、 現在の京都御所にも、安政二年に古式にのっとって再建されたものが、伝わっている。建物の規模は九県四面、三社が南北五軒、東西二軒で四方に日差しがあり、東の日差しを広日差しと呼ぶ。屋根は、日和田吹きの入りもや作り。正面は東で、清涼土の東にある庭を東庭と称し北に、呉竹の台、南に、川竹台がある。この東庭で、 明治以前まで小朝灰などの行事が行われた。天皇が主に居住するのは中心の昼御座、夜御殿で、その北には古紀天井五曲、富士坪城五曲がある。西側の日差しには北から順にお湯殿城、お長図館、朝下館、大番所、鬼の間が並ぶ。南日差しの天井館は苦行。 天井人らが施行する場であり、昼御座、鬼の間との間に、串形の窓が開いていた。天井館にはその日に到着している苦行らの名を、記した日給の館が置かれた。また、天皇の玉座である、御椅子、その隣に文杖絵がある、天皇に直接手紙を渡すのは恐れ多かったのである。東日差しの東南には床を漆喰で突き固めた、石灰の段があり、そこで、 伊勢神宮などへのはるか灰が毎朝行われた。石灰の段にはゴミツボという炉があり、寒中にはそこで火が起こされた。古来から日本に伝わる仮想では、北東は鬼門とみなされ、京都御所、築地米の猿が辻が元になっているが、清涼殿の内部には鬼の間が存在した。清涼殿の南西宮、すなわち浦鬼門の位置にある。山和絵師、 アスカブツネノリが後方元年に鬼を退治する白沢王像を描いたとされる。純徳天皇が表した金碑賞に絵について記述がある。壁に描かれていた王は一人で剣を上げて鬼を追う勇士であり、それを白沢王と言い,い、古代インドハラナ国の王であり、鬼を捕らえた豪遊の武将であるという説がある。現在の建物に白沢王の絵は描かれていない。 なお、江戸中期の随筆、夏山雑談には、白沢王は、李将軍、白沢王としても記されている。昭和43年、皇居東御苑が一般公開されたが、京都御所は、GHQ の管理下でありながら、昭和21年11月に一般公開されている。しかし現在でも鬼の間は、一般公開されていないと、述べている。これについて、 仮想を研究する小池浩治は、著書、日本人なら知っておきたい正しい仮想の本において、京都御所や天皇家が鬼の災い、神のたたりを恐れて、築地兵をへこませていたとするより、庶民に最悪が及ばぬように皇室が一手に、へこみで受け止め、御所内部の清涼殿の鬼の間に導いて、鬼を切り倒すことで、世の安泰を願っていたと解釈した方が自然であると、論じ。 外から見た御所の塀の凹みのみに注目した庶民の単純な考えが、鬼門除けの発想につながったと考えるのが、理にかなうとしている。京都御所清涼殿における昼餃座と古町大、大大律交渉では、国旗天井五局と富士坊城五局の間に、萩戸という一室があるとされてきたが、建築士や島田武彦はこれは、後世の誤りで、もともとは、 西洋の北日差し当面の妻戸の名称であるとしている。小池光寿日本人なら知っておきたい正しい仮装の本、プレジデント社2015年30ページ現在の建物に白沢王の絵は描かれていない。小池光寿日本人なら知っておきたい正しい仮装の本、プレジデント社2015年31ページ、小池光寿 日本人なら知っておきたい正しい仮想の本。プレジデント社2015年31ページ。小池孝寿。日本人なら知っておきたい正しい仮想の本。プレジデント社2015年31ページ。小池孝寿。日本人なら知っておきたい正しい仮想の本。プレジデント社2015年31ページ。小池2015、P31。小池2015、P32。ありがとうございます。